はい、こんにちは。笑顔広め太郎一座介護福祉士のついている太郎です。このチャンネルは、私がおすすめする紙芝居や絵本について紹介するチャンネルとなっております。なおこちらの、チャンネルで紹介する紙芝居や絵本につきましては、著作者の許可を得ておりますので安心してご覧になられてください。はい、私はこれまで介護施設で、高齢者に、紙芝居や絵本の読み聞かせやっておりましたが、令和4年1月からはですね、介護施設を飛び出して、地域のグリーンパークや水環境館、元気の森、少年自然の家、小学校といったところでですね、絵本や紙芝居の読み聞かせ、ボランティアでやっております。来て、見ていただく方にですね、聞いて見ていただく方に笑顔を広めて、いきたいと思ってやっておりますので、もしお近くでですね、見かけたらお声掛けの方をしてください。よろしくお願いいたします。それでは今日、紹介する紙芝居はこちらになります。図書館泥棒、図書館泥棒。作者は時はひろみさん。作者は時はひろみさん。出版社が、埼玉福祉会、埼玉福祉会となっております。こちらの、お求め先につきましては、最後にですね、紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、この紙芝居、紹介する理由を3つ、お話したいと思います。1つ目は、作者の時はひろみさんが自宅を開放し、進めていた図書館運動。図書館運動の中から生まれた、紙芝居だということが理由の一つ目です。二つ目は、三人の泥棒が、図書館を通して、地域の方や子供と交流する中で真人間になるという、とても、温かい、感動する話になっておりますので、紹介したいと思っております。三つ目は、この紙芝居、日本図書館協会から推薦されております。日本図書館協会から推薦されておりますので、この紙芝居紹介したいと思っております。以上が、本日紹介したいと思う、3つの理由になります。よろしくお願いいたします。それでは紙芝居の方を始めていきたいと思います。図書館泥棒。泥棒の三人組がおりました。どの人が泥棒の頭だと思います？この人、この人、この人。さあ、どの人が頭でしょうね。実はこの方が泥棒の頭です。ちょっと意外ですね。どうした？先月から我がに稼ぎが落ちたな。お前たちの腕錆びついたんでねえか？頭、そんなことではないんでガス。町の外れにえらく腕のいい鍵屋が店を出したもんで。だ、どの家もがっちり鍵かけてんだ。どうにもこうにももう少し気張って働かねえと。このままじゃおまんまの食い上げだぞ。いいか？わかったか？へっ、へっ。金になるめぼしいものはありませんか？バカめ、泥棒とわかるじゃねえか。そんならええ、お金がうなってうるさい金庫をご存知の方、最寄りの警察署にお届けください。バカめ、何を言うんだ？まったく嫌になるよ。人がたくさん入って繁盛しているお店はございませんか？売れて売れてしょうがないお店はございませんか？兄貴。うん？あれだ。んだ？大した繁盛だ。何やかな？おめえ漢字読めるだろ。何やと書いてある？兄貴、人混みでよくわからないけど、本みたいのがありやすぜ。ありありゃ。店の中には子供が大勢買いに来てやすぜ。おもちゃ売ってんのかな？あれ、本を抱えて出てきやした。しかし兄貴、子供もじいちゃんもばあちゃんもみんなニコニコ嬉しそうに笑ってやすぜ。
繁盛してる証拠だんだ。いいものを売ってる証拠だ。かしら、これこれしかじがあんなに繁盛してる店は初めてだ。そうかそうか、それはでかした。めぼしいものは本だな。本屋だな。いや、本だけじゃないんでガス。CD にビデオ、子供が大勢いたからおもちゃも売ってんのかもしれねえんでガス。うんうん。総合娯楽スーパーだな。客がみんな嬉しそうな面してたから中にもっとすげえお宝があるに違いないっすよ。よし、決めた。その店かっぱらっちまおう。お前たち明日の晩までに街中の風呂敷盗めるだけ盗んでこい。え？風呂敷？泥棒三人大忙し。その日のうちに街中の風呂敷みんなどこかに出払っていったと。みんな、うまく盗めたもんだぞ、ほい。さて、次の夜。おー、嫁たち。頭どこでかす？頭頭。ここだ、ここだ。俺が手早くでっかい風呂敷パッチワークしといたからな。おお、頭は小学校の家庭科の先生もよかったんでかすな。うるせえや、いいか。あの店を丸ごと盗むんだ。ええー、丸ごと？あんなでっかいのでかすか。だからこんなでっかい風呂敷作ったんだ。では、仕事にかかるべ、ええか。おめえは東の方、おめえは南の方さ、俺は北と西に引っ張るからな。力を出して、えい、ー、ほーい、たたたたたた。何してるんだべ、とお月様も光を強めて見てござった。さーて、建物を上にかぶさったぞ。ぎゅんと縛ってな。お山の向こうに隠すべし。さーて、次の朝のこと。山のふもとの畑の中に立派な建物立っていました。どうやって来たかって？そったら、企業秘密。教えられねえべよ。こんぞ。なんだか向こうの山んとこに立派などでかいビルディングができたってよ。だあ、図書館だってよ。おいらの息子行ってみたら入り口に図書館って書いてあったと。おー、何するところか行ってみっぺ。あれ、図書館は本貸すところだ。本貸すのか。なんだ本か。にゃ、覗いてみたら、将棋盤も囲碁も置いてあったと。映画見るところも、音楽を聴くところもあったんだと。近頃の図書館そんなに面白いとこか。ほんじゃ行ってみっぺ。トントン、ごめんなしょ。トントン、ごめんなしょ。おい、人が来たぞ。見っかったのかな。頭どうしやす。すかだなべ。戸開けて店のもんちょこっと売ってやればいかんべ。ここで店開いて少し現金収入稼いで逃走資金にすっべ。おーい、中さん入れや。さあ、いらっしゃい、いらっしゃい。どんどんいらっしゃいませ。お客さん、何を差し上げましょう。なんだ、おんちゃん、ここ図書館だべよ。したら本貸してけらい。へへ、どんどんごゆっくり見てけさい。おい、なんだか変だぞ。貸してけらいとか言ったぞ。図書館って言ったぞ。俺、これこれ、おね、これとこれお願いしやす。銭払ってもらわねと。ここ図書館だべ。銭はいらねえんだぞ。そしたらどんぞ、どうもおかしいな。あ、すいません。ヘラブラの、ヘラブナズリの本ありますか？機関車の本どこにあるの？すいません。料理の本どこでしょうか？あの、ダイエットの本は？かしら。あんなことにも俺たち答えなくちゃいけないんでかすか？うん、商売だからな。
1にサービス、2にサービス、真心込めてサービスだ。でもなかなか答えられねえな。それはそうとおかしらみんなただで借りていきやしたぜ。ええ、それもサービスでガスか。うんうん、そりゃ宣伝宣伝。今は何でもコマーシャルの時代だ。あそこに良いお店ができたわーって、そこいら中からお客が集まるぞ。よっしゃっしゃ、2、3日で銭子ザックザックだー。頭の言う通り、見て見て村中どころか隣の村から山の中から向こうの山からもたくさんの人が図書館に本を借りに来ました。遊びにも来ました。中学生のあんちゃんたちがカードの付け方を泥棒の図書館員たちに教えてくれました。一日中3人の泥棒は真面目な図書館員でした。夜になった時、3人の泥棒さん、クータクタ。一銭の銭の儲けもなかったけど、村の人たちからお祝いに行って餅に握り飯、紐の煮っころがしに怒ると、はあ、酒っ子もあったなあ。いろいろもらって三人ともお腹いっぱい。おかしら、なんか、働いたなって気分でガスな。うんうん。俺もスカートした気分になった。ばあちゃんにありがとうって言われた。俺も綺麗な兄ちゃんからいいもん作ってくれてありがたいわって礼を言われた。本っていいもんだな。だな。その次の日。やっぱり図書館は混み合いました。おじいさんたちは日向ぼっこをしながら将棋をパチリパチリ。子供たちは本を読んだり紙芝居を見たり、おもちゃで遊んだりしていました。おばあさんやお母さんは静かにおしゃべりをしていました。人の話し声が眠たくなりそうな優しい音楽に聞こえました。なんともなく、と泥棒の図書館長は言いました。なんともなくいいもんだ。みんなが幸せだと良い気持ちだな。図書館っていいもんだな。その時小さな可愛い声。図書館のおじいちゃん、昨日の本面白かった。何回も読んだよ。一回よか。もっともっと読んだよ。おじいちゃんまた読んで。小さなふっくらほっぺの女の子。ああ、いいよ。頭は一番優しい声で言いました。頭は絵本を読み始めました。扉の向こうでトントントン、トントン叩くのは誰でしょう。風の子供。おじいちゃん、お膝あったかいね。おじいちゃんのひげくしゅぐったいね。おじいちゃんもう一回。うんうん。扉の向こうでトントントン。トントン。おやおや。眠っちまったよ。それでも頭は読み続けました。すると、頭の心の中から熱い、泣きたくなるような優しさがだんだん溢れてきました。頭は女の子の薄紅色のほっぺに自分の涙がかからないよう天井を見上げ、大きな声で泣かないように口をぎっちり結んでおりました。次の日、村の人が図書館の入り口に大勢集まって、貼ってある一枚の紙っぴらを不思議そうに見ていました。村の皆様ありがとう、図書館様ありがとう、いいことたくさんありがとう、わしたち真人間になります、ポインポインポイン、おしまい。図書館泥棒でした。ありがとうございました。はい、どうだったでしょうか。もう一度、この図書、この紙芝居紹介する理由を3つ言いたいと思います。1つ目は、作者の常盤ひろみさんが実際に自宅を開放し、図書館運動を進める中で、できた、紙芝居だということが理由の1つ目です。2つ目は、三人の泥棒が、図書館で地域の方や子供と触れ合う中で真人間になっていくという大変温かいお話だということが、推薦の二つ目です。三つ目は、日本図書館協会の、推薦になっている
日本図書館協会の推薦になっているということが、3つ目の理由になります。以上3つがですね、本日、紹介した理由になります。はい、それではこの紙芝居お求めになる場合はですね、はい、埼玉福祉会、定価が2940円プラス税になります。電話番号は 048-481-2181 になりますので、こちらの方でお買い求めされてください。時はひろみさんの、お話を聞きたい方は、こちら、第18回全国紙芝居祭り川越市大会、日にちがですね、8月18日、19日になっております。こちらで時はひろみさん講師としてですね、お話をするようになっておりますので、こちらの方、参加されてください。よろしくお願いします。はい。それでは本日紹介いたしましたのは、笑顔ひろめ太郎一座座長介護福祉士のついている太郎でした。このチャンネル良かったと思われたらですね、高評価と、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。ではまた。